男と生まれたからには誰でも一生のうち一度は夢見る地上最強の男。グラップラーとは地上最強の男を目指す格闘士のことである。皆さん、グラップラーチャンネルへようこそ。このチャンネルは数々の格闘士を紹介していくチャンネルです。今回は美しきドブネズミと呼ばれている総合格闘家平本蓮についてご紹介したいと思います。平本蓮、プロ総合格闘家、元キックボクサー、東京都足立区出身、豪気会所属。12歳で全国アンダー15ジュニアボクシング大会優勝。高校1年生で K1 甲子園2014アンダー65キロ級優勝。高校3年生で K1 ライト級世界トーナメント準優勝。22歳で総合格闘技に転向しました。生い立ち。ボクシング経験のある父の勧めで小学生の時にキックボクシングを始め、ジュニアキックで活躍。12歳の時に全国アンダー15ジュニアボクシング大会で優勝するなど、ジュニアボクシングでも活躍。 K1 が下火になり消滅したことで一時はボクシングへの転向を考えましたが、中国と韓国の実業家から K1 の権利を借りて運営する新生 K1 という新たな団体が誕生したことで目標が定まり、転向を思いとどまりました。2014年11月3日 K1 ワールドグランプリの旗揚げ戦にて行われた K1 甲子園2014アンダー65キロの決勝戦で佐野天馬選手を破り、高校1年生で K1 甲子園優勝を果たしました。2017年2月25日K1 ワールドグランプリ初代ライト級王座決定トーナメントに出場。1回戦でブリース・デルバールと対戦し判定勝ち。続く準決勝でゴンナパー・ウィラサクレックと対戦し2度ダウンを奪い KO 勝ち。決勝ではウェイ・ルイと対戦しローキックを中心とした組み立てで互角の戦いを見せますが、1対2の判定で敗れ王座獲得に失敗しました。K1 チャンピオンでもあり、ムエタイトップ選手、ゴンナパーに KO 勝ちする時点でめちゃくちゃ強いです。2018年3月21日、K1 ワールドグランプリ2018で、元 K1 ワールドグランプリスーパーライト級王者のゲオ・ウィラサクレックと対戦し、2ラウンドに左フックから右ストレートでダウンを奪うと、さらに左フックでダウンを奪って、KO 勝利を収めました。ゴンナパーに続きムエタイ王者のゲイオも KO しているので、平本選手の打撃の強さはかなりの強さです。 K1 王者ゲイオに KO 勝利したことでタイトル目前でしたが、この頃から平本選手はキックボクシング業界の将来性のなさや K1 ファイターたちのファイトマネーの安さなどの理由から、19歳ですでに新生 K1 離脱の意思を固めており、 K1 を辞める場合1年間他団体で試合を行えないという K1 の長期契約縛りや、長期にわたる K1 ジムとの契約を消化するために1年以上試合ができずに苦しい思いをしたことを後に明かしています。そのため19歳から21歳までの約1年9ヶ月間試合から遠ざかることとなりました。ライジン。2019年11月、ライジンと正式に契約。2019年12月29日、ベラトールジャパン内のライジン提供試合にて、芦田隆弘選手とキックボクシングルールで対戦して TKO 勝ち。2020年12月31日、総合格闘技転向初戦となったライジン26にて、萩原恭平選手と対戦し、
2ラウンドにマウントポジションからパンチの連打を浴びせられると、陣営からタオルが投入され TKO 負けを喫しました。この試合で平本選手は萩原選手の膝蹴りで額の頭蓋骨を陥没骨折し、会場で救急車を呼ぶのが恥ずかしくて自宅から自分で救急車を呼んで入院した。初めて初日の出を病院で迎えた。人生でこんな敗北感を味わったのは初めてで本当に悔しかったと語っています。ここから平本選手の挫折と苦悩の日々が続くこととなります。2022年3月6日、ライジンランドマークボリューム2で鈴木千尋選手と対戦し、1ラウンド早々の打ち合いでフラッシュダウンを奪われるなど劣勢な展開が続き、3-0の判定負け。しかしこの鈴木選手、現在は世界ランク6位に置かれるなどめちゃくちゃ強い選手なので善戦した方だと思います。2022年11月6日、ライジンランドマーク4で元ディープフェザー級王者のヤマスドミネーターサトシ選手と70キロ契約で対戦。ヤマス選手のテイクダウンを防いで打撃を当て、3-0の判定勝ちを収めました。キックの時は別格の強さでしたが、総合ではなかなか結果が出せませんでした。この勝利はとても大きなものとなりました。2023年4月29日、ライジンランドマーク5で元ライジンフェザー級王者の斉藤豊選手と対戦し、再三のテイクダウンをしのぐも攻撃に転じることができず1-2の判定負け。2023年12月31日、ライジン45でヤーマン選手と対戦し、白熱した展開の中で競り勝ち、3-0の判定勝ちを収めました。勝ったり負けたりを繰り返していますが、確実に実力をつけています。そして2024年7月28日、スーパーライジン3で朝倉未来選手と対戦予定。皆さんはどちらが勝つと思いますか？コメントで教えてください。ちなみに僕は平本選手が勝つと思います。理由は、朝倉選手もストライカーで平本選手もストライカー、打撃勝負になった場合持っているポテンシャルが違うと思います。それでは平本選手の強さがわかる実際の試合映像をまとめましたので、こちらをご覧ください。Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me fucked up, let me show you what's up.Enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted. So mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes. I ain't making mistakes like that. I'll put it on your face to make you go take it back. I'll lose my shit. I go crazy when I'm mad.Make it
ーニング。平本選手は合気会で稽古を行っています。合気会とは極真空手全日本ウェイト制チャンピオンの岩崎達也師範が指導を行っている道場で、寝かされずに打撃で仕留めることに重きを置く合気会空手と平本選手のスタイルがマッチしてとても合っているなと感じます。そんな平本選手のトレーニング映像もありますので、こちらをご覧ください。Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange, yeah. I'll be the best above all the rest, put me to the test, yeah. Expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson, he got a new engine from pain, that's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession, you got the retention. I'll leave an impression and take a redemption. Just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression, oh! You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they're scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they drive the chains, you can say no, free me. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place. I wanna be first, work till it hurts. Dehydrated thirst till I'm in a hearse, High ambitions in the right mind can take you so far. It's like you lived a few lifetimes. Take off, I'ma break off from the weak minds. They can stay soft. You can change lives, you create thoughts. Never waste time, you got one shot. You got one life, better pop off. What do you like? Make a dream job. No 9-5, no mean boss. Just my life and free thoughts. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they drive the chains, you can say no, free me. いかがでしたか？平本蓮、これからが楽しみな総合格闘家です。極真信者の僕としては、合気会空手で UFC まで上り詰めてチャンピオンになってほしいと願っています。最近では UFC チャンピオンコナー・マクレガー選手と一緒に写真を撮っていましたので、もしかしたら合同で練習してさらに技術を高めることも考えられます。スーパーライジン、めちゃくちゃ楽しみですね。それではこの動画を面白いと思ってくれた方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。こんなグラップラーを紹介してほしいなど、リクエストコメント等もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。Let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man. It hurts.